制度内で十字を描く花嫁。画像左上には、イーススハリストスのイコン。画像左下には捧げられたろうそくがある。十字の描き方では、キリスト教の諸教派において行われる。手を使って、自分の体前に十字を描く動作とその意義を扱う。十字を切るとも。描き方には教派によって違いがあるが、イエスキリストが軽視した十字架を表す。 信仰表明である点は、教派を超えて共通している。十字の描き方については、古代にも地域によって様々な形態があったことが分かっているが、なぜこのような相違が生じたのかは、よく分かっておらず、現代では、東方教会、西方教会間で十字の描き方が、左右逆になっているが、なぜこのように、東西教会の間で描き方が、左右逆に継承されたのか、 その原因も不明である。正教会、カトリック教会においては十字を描くことは欠かせないが、正教会では、欠かせないとまでは言われず、十字を切るか切らないかは自由、とされる。また、プロテスタント諸派には十字を切る習慣を許さない者も、多いが、教会によっては十字を切ることを進める場合がある。正教会での生体礼儀中の後継。 中央の女性が右手を所定の形に整えて額につけ、正教式に十字を描こうとしている。他に十字を描いている瞬間に撮影されたため、右腕がブレて映っているシンもいる。正教会で十字を描く際の指の形八単十字か他にギリシャ十字、ラテン十字なども頻繁に正教会で用いられる。正教会においては、 十字を描く、十字を描くといった表現が用いられ、十字を切るという表現は解無ではないものの、あまり用いられない。十字を描くことは、信仰を表すため、表心の一つであり、祈祷の一部、ないし体によって表現された祈祷であるとされる。カトリック教会と同様、古代以来十字を描くことは、聖教会でも行われてきた。ただし、 現代正教会世界に見られるような形に統一されたのは中世以降のことである。十字の描き方の統一を嫌って生じた文化には、正教会のロシア小儀式派などがある。十字を描くにあたっては、指の形が定められている。右手の親指と人差し指と中指の先を合わせ、薬指と小指を曲げる。 合わせられた三本の指はイタリ生産三者を表し、曲げられた二本の指は、イースス・ハリストスの神聖と人生の両性を表す。このように右手の指の形を整えた上で、額、胸、右肩、左肩の順に指を動かして十字を描く。この際、脇をできるだけ締めるようにして描く。多くの場合、描き終えた後にお辞儀をする。描くときについては、死儀と、 講義等の別なく行われる。講義等においては、定められた場面において行うことが求められる。それ以外の場面で描くことは、基本的に禁じられてはいないが、特に十字を描かずに単にお辞儀をするよう求められる場面もある。聖堂に出入りする際にも十字を描く。また、遺恨や不及体に接吻する際に、接吻前に2回、接吻後に1回、十字を描く。 父と子と精神の至り生産者を記憶して十字を描くとされる。手を動かしつつ、額で、父と腹の上で、子と、右肩で、精神、左肩で、の名による、アミンと、心の中で唱えつつ十字を描く。その他、以下のような説明がなされることもある。また、十字を描くことは、イースス・ハリストスの十字架の苦難を思い起こし自らの十字架を、 背負うことを記憶するのみならず、それによって得られる永遠の生命、復活の生命を思い起こすことでもあるとされる。全能者、ハリストス。右手の指の形は、主教、司祭が相対する新品、神道を祝福するときと同様のもの。左手には、福音行。司祭が、方神霊において、神道を祝福する際にも十字が描かれる。ただしこの時は、 指の形と描く順序が異なる。右手の指の形は、イータシグマロイオタシグマタウの頭文字であるシグマシグマをかたどるように整えられる。右手の指を、こうした形に整えた状態で、上下、左、右の順に空中に十字を描き、相対するものを祝福する。こうした、祝福時には、神とは十字を描かない。司祭の祝福時における、 左右の順序はカトリック教会と同様である。主教も同様に祝福を行うが、司祭が右手のみを用いて祝福を行うのに対し、主教は両手を用いて祝福を行うことがある。右手の動きは司祭と同様であるが、左手は指を同様の形に整えた上で、体を軸にして右手と戦対称を描くように動かす。 公的な場でむやみに信徒が信徒を祝福することは控えられるが、極めて親しい信徒同士では十字を互いに描いて祝福することもある。カトリック教会においては、十字を切る、十字を描くの、いずれの表現も用いられる。カトリック教会は、指の形については特に定められておらず、右手のすべての指を伸ばした状態で切ることが多い。 右手を動かす順番は額、胸、左肩、右肩である。聖堂に入る際に、神徒は聖水に指を浸して十字を切る。また、祈祷の時など、随時、十字が切られる。三位一体の神を覚え、父と子と精霊の御名によってと唱えて十字を切る。司教司祭が神徒を祝福する際にも十字が切られる。 右手を指を伸ばした状態で掲げ、上下、左、右の順に十字を切る。司祭の祝福時における左右の順序は正教会と同様である。正教会での十字の切り方はカトリック教会と同様である。ただし、カトリックの祈祷文のように式文中に十字を切るという規定はないため、確信者が慣習的に行っているに過ぎない。 ハイチャーチでは多く切られる傾向があり、ローチャーチではそれほど多く切られない傾向がある。また、性公会内でもカトリックに近いハイチャーチでは広く用いられる傾向があり、よりプロテスタント色の濃いローチャーチでは十字を切る習慣がない教会もある。同一の教会内でも頻繁に十字を切る信者とそうでない信者がおり、あくまでも個人の考えに基づく動作になっている。 聖公会において、上記の通り十字を切ることは、慣習的な動作ではあるが、用いられるのは概ね次の時であり、その宗教的な意味合いを司祭に聞くと説明がある。プロテスタントに分類される教派の中には、十字を描く、習慣が残っていない教派、教会が多い。十字を描く習慣のある教派もある。十字を描く習慣を有するプロテスタントの教会では、十字の、 描き方は、ほとんどの場合で、カトリック教会に準じるが、稀に、エヴァンジェリカルオーソドックス教会のように、東方法神霊を採用している。プロテスタントにおいては、正教会と同様の十字の描き方をする教会も、ある。現代ギリシャでも用いられる語であるため、現代ギリシャ語から転写した。古典再建音では、イエースス・クリストースとなる。また、ハリストスは、 転写によっては、フリストスとなるが、聖教会用語として、日本聖教会での標準的表記である、ハリストスを本校では採用した。ありがとうございます。